なんだよ、全部読むとコメントがピタッと止まるやん。あんまり読まれたくないのかな、みんなみたいな。見られてるってなると、なんかドキドキすんのかな。わ、こいつ読みやがったってなる。読みやがったって。抽出して読んだ方がいいのかな。本当に。ごめんね、わかった。その辺ってゲーム実況をやってる人によっても変わってきますからね。あ、そうね。全然読まない人は読まない。読まない。ね。そう。なんか、まあ、一応名前伏せとくけど、ある声優さんと、まあ、最近お仕事するやんか、うん、あ、いろんな方ね、まあ、昨日も一緒にね、あの声優さんとやらせてもらったし、うん、なんかいろいろお話聞くやん、控え室とかでするじゃん。そう、結構ヨーマさんの見てますとか言われることあるんやけどさ、実況、うん、まあ大体、まあ、社交辞令もあるやん、ちょっと見たぐらいな、うん、でもある方なんで、ノーマンさん見てますって言ってくれて、あ、まあありがとうございますって、まあいつもある社交辞令かな。ノーマンさんのことすごいですね、コテハンを真っ黒にしてなんかブラックスターさんが読めなくなったりとか言って、めっちゃ知っとるやん、知ってるな、なんやこいつみたいな、めっちゃ知っとるやんけ、ドグナマミンやんけ、いや好きですごい見させてもらってますとか言って、いやめっちゃありがたいです、なんかそうなると恐縮してありがとうございますみたいになる、嬉しいね、誰が見てるか分かんないですね、いやそんなには見てないと思うけど、まれに誰か見てるんだよね、意外とちょっと気をつけんと、変な発言はね、なんですよね、ドグナマって業界視聴率が高い、高いね、言われてましたよね、まあ、コウスケ君見に来てくれたりもそうやし、なんかまあありがたいもんやね、ちょうど長いことやるし、知ってる友達が作業しながら見るのちょうどいいんだって、あー、そう、まあ、業界以外にも広めたいよね、だいたい業界視聴率とか楽屋番長っていう人は売れないっていうね定説があるから、ね、ちょっと嫌やなそれ、あ、あれだ、昨日一緒にあの出させてもらった、これ多分いきなりトアさんじゃないかな、ええこれトアだよって言ってるんで、どうも昨日ありがとうございました、声優のありがとうございます、ありがとうございます、知ってる、知ってますよ、ゆぎなりさんに終わった後、まあ、みんな軽くご飯行ったんやけど、失礼ながらウィキペディアとかさ見たらさ、マーベルのあのアベンジャーズのスカーレットウィッチとかの声やっとる、あ、そうなんですね、すごくない、でスターウォーズとかの人もやっとるし、すごいやってるよね、すごかった、ありがとう、ありがとうございます、昔から見てた、マジ、え、マジですか、昔から見てるからやって、うわ恥ずかしい、見ないで、いや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 、恥ずかしい、じゃあなんか俺のあの気違いのへの下りとか知ってんのかな、魔女っ子とはにしとくわ、ありがとうとはちゃん、いろんな人来てくれますね、でもね、ありがとうございます、本当に、岐阜の頃から見てるやって、え、岐阜の頃ってもう5年以上前です、いやもう6年、7年前、7年前、ありがとうございます、マジですか、今声優のゆきなりとあさんがこの放送に、ま、混じっているということが発覚しまして、ちょっと今怖いね、すごいなぁ、相当お子さんやん、うわー、じゃあ俺おしっこの音とか聞いとる、うわー、いやーめーしょ、ほんとに妙に昨日の KOF オールスターという番組で共演させてもらった時に、妙に俺に食いつきがいいんやってだから俺に食いつきがいい人なんてまあないないですよね、ほんとに、だから珍しいなぁと思って、なんか妙にこうテンション高く喋ってくれるから、あ、なんやろこの人、俺のこと好きなんかなって思ったぐらい でそしたらなんか、いや実はすごい前から見てて、あ、そうなんですね、ありがとうございますって言って、